ックトークオンアジア。この音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究研究所がお送りいたします。こんにちは、中西義弘です。アジアに関する最新本について著者とお話をするブックトークオンアジア、今回は防衛研究所の庄司智孝先生をお招きして、名古屋大学出版会から出されたご著書、南シナ海問題の構図、中越紛争から多国間対立へについてお話を伺います。この本は南シナ海の領有権問題について検討した本です。本書が題材とする南シナ海というのはですね、台湾と、中国の南、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムに囲まれた海域のことで、東アジアと東南アジアのちょうど間にあるような海域ですね。で、面積としては、350万平方キロ、この海域の中に200以上の島があって、で、どの島がどこの国に所属するかという領有権をめぐって、長く争いがありました。で、最近ではその中国が軍事力を背景に強引にその利益を追求しようとしているような海域で、日本も米国も直接間接この領有権争いに関わってきています。ただですね、それだけたくさんの国がまたがる問題ということで、歴史も複雑ですし、関係性も複雑、決してとっつきやすい問題ではないんですけども、この本はですね、学術書ですので、硬派な本でもあるんですけど、同時に概説として、歴史から流れをこうずっと見られるように書かれている本でもあります。で、今こうウクライナ、ロシアのウクライナ侵略でですね、世界が不安定化していますけども、今後の国際政治秩序、特にアジアの地域秩序を考える上でも非常に重要な本になるのではないかなというふうに思います。はい、では、庄司先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、この海域の領有権問題、南シナ海の領有権問題に庄司先生がこう関心を持って研究として始められたきっかけはどういったものがだったんでしょうか。はい、私そもそも、ベトナムを東南アジアの中では専門としておりまして、それで、現代史ですとか国際関係とかそういったものを、関心を持って研究してたんですけれども、その、2010年前後からですね、ベトナムのニュースをこう見ているとですね、南シナ海問題の話が急に増えてきてですね、それはどういう話かというと、そのベトナム漁民がですね、中国の、当局に捕らえられて、漁船を取られて没収されて、その保釈のための、お金を要求されると。そういったこう事案がですね、激増したと。それは一説によると、ベトナム側のその、メディアをですね、解放して、そういうニュースをこう意図的に増やすようにしたっていう、話もあるんですけれども、いずれにせよそういうことを目にすることが急に増えたので、南シナ海問題っていうのは昔からある領有権問題だってことは知ってたんですけれども、それがですね、またこういうちょっと厄介な話が始まったのかなと、それで関心を持つようになったということで、ベトナムがその後ですね、国際関係、安全保障協力を含めどういうことをやろうとしているのかということを、追うようになったと。そういう経緯があります。はい、ありがとうございます。この本の中でベトナムというのは当然主軸ではあるんですけども、 ASEAN とかフィリピンとかですね、いろいろな、関係国が出てくるわけですが、庄司先生自身はまずベトナムの研究の中でその延長線上でこの問題に関心を持たれたということですよね。はい、で、先ほど私申し上げましたように、南シナ海にはこう小さな島々がこういっぱいあって、その中でもスプラトリー諸島とパラセル諸島、この2つの、諸島をめぐって、その領有権をめぐって6つの国が争っているわけですね。で、この具体的なこの領有権の争いの中身について、すごく基本的な情報から教えていただけないでしょうか。はい、承知しました。まずですね、パラセル諸島というのはですね、中国やベトナムにより近い、海南島に近い部分にあるですね、小さな島々なんですけれども、ここを、領有権を主張しているのは、中国、台湾、そしてベトナムの3カ国、地域なわけであります。
その他により南の方にスプラトリー諸島という、こちらの、まあ、島々に関してはですね、より多くの係争国がありまして、今の3つに加えまして、マレーシア、ブルネイ、そしてフィリピンが主張しているという状態です。それでその主張の中身というのも、まあ、差がありまして、その中国、台湾、ベトナムというのは、パラセルとスプラトリーすべてをですね、自らのものだという領有権を主張しているのに対してですね、フィリピンやマレーシア、そしてブルネイというのはその一部のみを、まあ、自らの領有権の範囲であると主張していると。こういう差があるわけであります。ただ、まあ、基本的な構図としましては、その圧倒的に、まあ、様々な意味でですね、大きな国の中国と、それぞれの国との、まあ、二国間関係という意識さえも、まあ、強いと言ってよろしいかとは思います。まあ、もちろん一方で、ベトナムとインドネシアですとか、ベトナムとフィリピンですとか、まあ、マレーシアとベトナムですとか、そういう、こう、東南アジア二国間におけるですね、まあ、例えば魚をめぐる、まあ、いざこざですとか、そういうのが当然起きているわけなんですけども、まあ、大きな構図、どういうふうに単純化するかという見方を考えますと、まあ、中国とその他の国々といったような見方が、まあ、適切なのではないかと考えております。はい、ありがとうございます。まあ、中国とその他の国々との、こう、まあ、一つは対立が構図があるんですけど、その、まあ、細かく見ていくと二国間関係だとか、あるいはまた別の複数国と中国との関係というのもあるし、で各国の言ってることもどうも、まあ、違うというか、あ、それぞれのバリエーションがあるということですね。で、まあ、こういうふうにこう領有権を争う、特に海の領有権については、まあ、島の領有権というのは、まあ、世界各地にいろいろこう紛争というでしょうか、領有権問題というのはあると思うんですけども、この南シナ海には、まあ、他の海の領有権とはちょっと違うと言いましょうか、まあ、戦略的価値が非常に大きいところがあって、それがまたさらに問題を深刻化、複雑化させているようなんですが、この南シナ海の戦略的な価値というのは一体どういうものなんですかね。そうですね、そのまず戦略的という地政学的な要因で見ますと、まあ、昨今その安全保障業界ではですね、まあ、アメリカを中心としてまた日本もそれに関与しておりますが、インド太平洋という、まあ、地政学的な概念を、まあ、前面に打ち出しているわけなんですけれども、これは文字通り、太平洋とインド洋を、まあ、大きく捉えるという構図になっているわけであります。そうしますと、そのまさに結節点ですね。つなぎ目が地域とすれば東南アジアであり、海とすれば南シナ海であり、マラッカ海峡であるというわけであります。そうしますと、その、まあ、まあ、地球上で最もですね、強い国と言ってまだいいと思いますけれども、アメリカが、まあ、この地域をどのように見ているかという戦略的な観点を持つ場合にはですね、南シナ海というのは、その彼らのインド太平洋戦略にとっては、まあ、まさに要衝といいますか、まあ、最も重要な海域の一つであるというふうに言ってよろしいかとは思います。また、経済的な観点、貿易的な観点から申しますと、中国や日本はですね、ほとんど南シナ海を通って、中東からの、まあ、エネルギー供給を受けるですとか、その他欧州との貿易ですとか、まあ、そういうルートになっているわけですね。で、世界の貿易の総量のかなりの割合、8割とか確かそういう量だったと思いますけど、それぐらいが南シナ海を通るという状況になっております。そういう意味でも、経済的かつ戦略的に重要な場所だというわけであります。また、資源があると言われていまして、その石油系の資源ですね、石油とか天然ガスがかなりあるんじゃないか。ただそれは、まあ、沿岸各国が少しずつ掘削してですね、まあ、開発してますけれども、まあ、埋蔵量がどのくらいあるかというのは、実は結構、サーベイによってまちまちで、ものすごい大量にあるっていう結果を出す場合もありますし、あんまりないんじゃないかという推移もあるんですね。ですから、まあ、どちらかはもちろん、結果としては掘ってみないとわからないんですけれども、そういう、まあ、期待値ですとか、まあ、エネルギーの重要性っていうのも、もちろん挙げられると思います。あともう一つは、漁業資源ですね。漁業、その魚をですね、がたくさん取れるということで、非常に重要な、海域だと。まあ、そのように、こう、戦略的、経済的、まあ、かつ、その天然資源ですとか、うん、まあ、そういう、まあ、様々な観点から重要な海域だと言って、過言ではないと思います。はい、ありがとうございます。で、その、まあ、重要な価値。
まあ、あってですね、先ほどおっしゃったように、まあ、米国が比較的かなり関心を持って、最近ではまあヨーロッパも関心を持っていた領域で、でそうなるとですね、やはり米中対立というか、米国と中国というこう大国間の争いとして、まあ描写されることも多いんですが、一方でこの本の特質でもあるんですけども、その当事国である、まあ、国の中で特にベトナムとフィリピンですね、あと地域機構、東南アジアの地域機構である ASEAN というこういうまあ、アクターといいましょうか、こうした当事者にも焦点を当てていることがこの本の特徴だと思うんですけども、この、個別の東南アジアの国、そしてそれから ASEAN という地域機構に焦点を当てる意義というのはどういったものがあるんでしょうかね。そうですね。もちろんいくつか重要な観点があると思うんですけれども、そもそもですね、私がベトナムを専門にやってたということから、この問題を取り上げる際に、視点がそこから、話が出ていくっていうことが当然あるわけなんですけれども、さて、こういう南シナ海問題というのを論じるにあたって、ベトナムを中心に置けるのかと、置くとしてはどのように置くのかといったような、議論の立て方を、最初はしたわけなんですけれども、議論を進めて、考察を進め、本を完成させた暁にですね、やはり、ベトナムというのを、取り上げることはですね、極めて重要であるという結論に至ったわけであります。それは、なんて言いますか、いくつかの意味がありまして、まずですね、米中対立は当然、非常に大きな要因で、南シナ海においてですね、中国が活発な活動をしてて、それに対して、ここをやはり戦略的なオペレーションの場としている米国との摩擦が非常に増えているというのがあって、かつ、二大国がですね、ここを主戦場ではありませんが、非常に大きな対立の場の一つとしているという意味で、問題、間違いなく重要なんですけれども、その問題を細かく見ていくとですね、それだけでは語れないといいますか。そもそも、この本でも論じておりますが、アメリカがこの問題に大きく関与するようになったのは、割と最近のことというわけであります。それで、本書では、南シナ海問題というのを3つの時期区分をいたしまして、初期の頃と、2000年代の前半の中期ですね。それで、現在、2010年頃から、現在に至る後期と。いうふうに、大きく区切ってるわけなんですけれども、その後期といいますか、第3期の状況においてですね、アメリカが、初めてですね、この問題に本格的な関与をしたといったような状況だということが判明しました。という意味でも、そもそも、この問題をですね、ある種、歴史的な視点を持ってですね、語る際に、アメリカと中国という、くくりだけでは当然語れないということが、そこで分かったというわけであります。あともう一つなんですけど、もう一つ二つなんですけれども、ですからそもそもですね、この問題は、中国と、ものすごい初期は中国とベトナム、植民地宗主国とかいろいろありますけど、それでその後ですね、東南アジアの様々な国々が係争国として名乗りを上げて、問題が、関与する国々が増えて複雑化したと。そういう意味では、そもそもが中国と ASEAN 諸国ですね、紛争の話であったというわけであります。ですから、そもそもその ASEAN なるほど。の国々は主役なわけであります。あと、現在の状況を見ますとですね、アメリカがこの問題にどのように関与しているかということを見てみますと、そのパートナー国やですね、日本を含む同盟国との協力というのを、第一に置いているわけであります。そうしますと、そのアメリカ単独でこの問題に関与しているというよりは、アメリカはむしろその、係争国を含めてですね、他の国々の関与を積極的に求めるような形で、この問題に対処、中国に対処しようとしているわけであります。そうしますと、そのベトナムやフィリピンがどういうふうに動いたかと。そして、彼らを包含する ASEAN というのがどのように動いたかという見るのは、この問題を正確に捉えるためにはですね、欠かすことのできない要因であるというふうに考えるわけであります。はい、ありがとうございます。その事態を正確に捉えるためには複数の、視点というか、複数の関係国、関係機関をすべて見ないと、
まあ、すべてとはなかなか大変ですけども、見ないと、まあ、多角的に見ないとわからないということかと思います。で、今おっしゃっていただいたように、この本の中でですね、まあ、時期区分がされていて、まあ、初期、中期、後期という形で、時期を分けられているんですけども、まあ、もともとは1950年代から領有権問題があって、で、国際的に関心を集めるようになったのは、まあ、1990年代以降と。で、領有権争いが本格化して、で、一時こう、ある程度こう、まあ、凪っていう言葉を本の中では使われていましたが、ある程度こう静まるかに見えたところが2000年代に入ってまた再燃していくというプロセスがあるわけですよ。波、まあ、こう、な、トレンドがあるわけですけども、この変化の、が何によって引き起こされているかというと、まあ、本の中でも書かれていますが、基本的にはやはり中国の態度だと。中国の振る舞いでこの流れが作られるんだということなんですけれども、この中国の態度、この南シナ海問題に対する中国の取り組みというのはどういうふうに変わってきたんでしょうか。まあ、これもやや通史的な観点になりますけれども、まあ、私、今、4方ですね、ベトナム重要、フィリピン重要、アセアン重要って言ってきて、でもやっぱり中国みたいな感じに、まあ、議論がちょっと戻っちゃうのが、戻っちゃったなという気がするんですけど、まあ、それはそれで、ことの本質の一つを捉えているとは考えておりますが、まあ、1950年代からですね、まあ、中国が少しずつ、その実際に、上、まあ、島々を、まあ、取りに行き始めたというのが、まあ、そういう動きが始まりまして、まあ、それが、いくつかの、こう、軍事的な衝突として顕在化することが、まあ、1970年代とか、まあ、1980年代にあったんですけれども、まあ、まあ、中国の進出によって、東南アジアの、まあ、係争国がですね、まあ、非常に懸念を強め始めたという、まあ、1990年代がありました。それで、それが、一旦静まるというのはですね、やはり中国の態度の変化によると、まあ、そのように考えるのが本書の議論であります。それは、その時期ですね、ちょうど中国は、まあ、天安門事件などもあってですね、その欧米諸国との関係があまりうまくいってなかった時に、まあ、味方づくりといいますか、自分たちの近隣にですね、パートナーを見つけたいといったような動機と、まあ、あと中国が経済発展が本格化した上での、まあ、さらにそれを進めるための、まあ、協力関係の構築といったような様々な理由においてですね、まあ、一時ですね、その南シナ海の領有権といった問題よりも、それらの方をこう優先すると、まあ、その優先順位の変化というのが起こったのが、まあ、2000年代前半だったわけであります。まあ、その時期は、まあ、いみじくもアメリカの一強時代、と言われた頃とも、まあ、符合するわけなんですけれども、まあ、そういう中においてですね、中国が、東南アジアとの、むしろこう、積極的かつ生産的な協力関係の強化の方に軸足を置いてですね、まあ、関係構築をした上で、まあ、その南シナ海問題に関しては、まあ、ある程度棚上げといいますか、まあ、そういう状況にあったわけであります。しかし、まあ、再度潮目が変わるんですけれども、まあ、それはやはり、まあ、よくこれは、米中関係ですとか、まあ、中国の台頭といって議論で聞かれることなんですけれども、まあ、リーマンショックがあってですね、アメリカや、まあ、その他の先進国がですね、なかなか経済的に苦しいという際にも、まあ、中国は力強い経済成長を続けて、まあ、その時の中国の認識の変化がですね、まあ、アメリカには到底追いつけないかもといったような状況から、まあ、キャッチアップの可能性が見えてきたといったような、こう、中国の認識の変化が起きた、というふうによく言われています。そういう文脈において、南シナ海の問題においてもですね、今まで中国は妥協しすぎてたんじゃないかと。まあ、そろそろ、まあ、強くなったし、自分たちの主張を、まあ、推し進めても、まあ、周りはそれを受け入れることになるんじゃないかと。まあ、そういうような、まあ、考えが、どうやら中国の中にできてきたようで、まあ、その結果としてのですね、かなりこう、アグレッシブな、まあ、進出と、海洋進出、南シナ海への進出というのが、まあ、生じたと。まあ、そういう状況かなというふうに捉えております。かつ、まあ、現在的な文脈で見ますと、習近平政権の成立と、まあ、彼のですね、まあ、革新的利益の、まあ、なんて言うんでしょう、非常にこう、それを重視するといったような姿勢ですとか、そういう、まあ、中国の強国化路線というものが、やはりこの南シナ海問題の構図を変えるですね、まあ、大きなファクターになったと、そういう理解が、適切なのではないかと考えております。はい、ありがとうございます。で、それはもう中国、まあ、中国が大きな大状況を動かすようなところがあるんですが、さて、この本の強みのところに戻るんですけども、東南アジアと ASEAN っていうことになるわけですが、まあ、この本はですね、
ベトナムを中心には書かれてはいますけども、フィリピンも触れてやってですね、まあ、当然その両国とも、まあ、実は、まあ、皆さんあまり日本で知られてありません、知られてませんけども、1億人ぐらいの人口がいる国でですね、まあ、規模的には大きな国なわけですよね。はい。で、まあ、とはいえ、中国は隣にあって、まあ、中国はさらに大きい国で、で、本の中にも出てきますが、国防費は4ベトナムの40倍ぐらいあってですね、到底まともにやったら勝てないというのは分かっているけども、ね、かといっていいダクダクと従うこともできないっていう、そういう立場 でベトナムは特に国境、まあ、陸の国境を接しているということもありまして、また戦争、まあ、短い時間与えたんですけど、戦争の経験もあってですね、はい、非常にこう常にこう緊張感を持って中国と対峙しているわけです。で、この両国の動きですね、フィリピンとベトナム、これが中国の今おっしゃ、あの説明していただいたような、その、まあ、態度の変化、南シナ海への政策の変化みたいに、どのようにこう両国っていうのはあの対応してきたんでしょうか。はい、まあ、あのこの本では自分の専門性の観点からベトナムのことがあの非常に多く語られているんですけれども、あの先生がご紹介くださったようにフィリピンのことについても言及して、まああの比較の視点が持っているような作りにはなっております。それであのまあ調べながら考えながら本を書いたわけなんですけれども、極めて対照的といいますか、あの面白い比較になったなというふうに考えております。それでベトナムの方、そのベトナムフィリピンどう違うのかっていう話があるんですけど、まずまあその同盟関係の有無といいますか、あの非常に興味深いんですけれども、ベトナムはあの同盟関係を持たないということを国防政策の基本方針にしてまして、それはあのアメリカとも同盟にならないし、もちろん中国とはならないし、まあそのそういうような感じなんですね。まあ、これはあの歴史の経緯がありまして、1980年代にですね、ベトナムはソ連とあの同盟関係になったんですね。ただ、残念ながらと言いますか、あの、様々な、まあ、ベトナムにとっての大変なことがですね、その時期に起きたんですけども、あんまりソ連との同盟は役に立たなかったんですね。いざという時に助けてもらえないみたいな。うん、まあ、今でもそのロシアとベトナムはロシアとはですね、あの非常に友好的かつ安定的な関係を持っているし持とうとしてるんですけども、うん、あのいざという時にはあんまり役に立たなかった。むしろそのベトナムというのはですね、考えとして敵味方をはっきりさせるようなやり方はベトナムの安全保障には資さなかったと、まあ、そういう、うん、まあ、教訓を1980年代に得たと私は考えております。ですからそういう意味でその今言っているベトナムは同盟関係にならないというですね、まあ、あの、なんて言いますか、そういう、まあ、彼らの歴史的な教訓から導かれた、あの、国防政策の基本方針だということで、まあ、そういうことを今でも続けているわけであります。それに対してフィリピンはご案内の通り、アメリカの同盟国でありまして、うん、まあ、その、そもそもアメリカの植民地だったわけなんですけど、うん、あの、まあ、ベトナム戦争の時はですね、アメリカの、まあ、あの、大きな基地があって、どんどんベトナムに爆撃しに行ったわけなんですけど、まあ、そういう場所で、あの、まあ、それが長い間続いているわけであります。ですから、そういう同盟関係にあるかないかというのは、まあ、その、南シナ海問題という安全保障の問題に関わる際のですね、非常に大きな、あの、条件の違いの一つであると考えております。まあ、あと、まあ、それが最も、まあ、本質的な問題でありまして、あとは、まあ、おそらく中国との地理的な、あの、感覚の、まあ、近さといいますか。先生もご紹介くださった通り、ベトナムはですね、陸上国境とトンキン湾と南シナ海、三方向で中国に接している、まあ、隣国なわけであります。このすごい近さというのはですね、うん、あの、やはり海を隔てて、中国と、まあ、距離があるですね、フィリピンとは、まあ、だいぶこう、感覚が違うわけですね。うん、まあ、そのようなことで、結局、そのベトナムが導き出したですね、南シナ海問題の対処の仕方というのは、全方位の、まあ、安全保障協力をやるというのが、あの、まあ、その彼らの、まあ、考え出して実践しているやり方なわけであります。まあ、こちらはその全方位というのをですね、興味深いことにその、まあ、南シナ海問題という中国との対立の中にあって、アメリカとの協力も進める、日本とも進める、まあ、他にはインドとかロシアとかも協力できるところはしてもらうといったような、まあ、そういう全方位性を、まあ、包含しているわけなんですけれども、あの中国もその中には入るんですね。つまり中国とも、まあ、いろんな難しい言い方、いろいろ微妙な言い方ですけど、こうむやみに対立せずですね、
その彼らとの関係をこう保つ、安定的に保つことによって、まあ、この問題に対する、まあ、管理可能性を上げていくという、まあ、やり方なわけです。もちろんこれは万能ではありませんし、まあ、中国の一方的な行為ということによって様々なトラブルやですね、緊張が生じているわけなんですけども、それはまあ、もちろん当然のこととして、さてはて何ができるかと考えた際に、まあ、彼らが実践しているのはこのようなやり方だというわけであります。うん、その、対立したという、その80年代の、まあ、その、ソ連と同盟関係にあったとき、まあ、ベトナムは激しい中国との対立状態にあったんですけれども、まあ、その80年代の経験が結局ですね、まあ、彼らを、まあ、今現在このような形での、まあ、南シナ海問題の対応にさせているという側面もあるかとは思います。まあ、それに対してフィリピンは、まあ、結構、政権によってこう、外交政策、安全保障政策がコロッと変わるので、まあ、それがまたフィリピン政治のダイナミズムだなと、非常に深く感じたわけなんですけれども、まあ、もうすぐ政権が変わりますが、現デュテルテ政権の前のアキノ政権というのは、アメリカとの同盟関係をですね、非常に強力にこう強化することによって、まあ、南シナ海問題に対処したいという、まあ、そういうやり方で、極めてこう中国とは対決的な姿勢をとってですね、ただそれも、まあ、なんて言いましたか。見ている側と言いますか、応援する側にとっては、まあ、フィリピン頑張れって感じなんですけども、実際にそれでどのくらい、こう、安全保障問題に対して効果があったのかっていうのは、そんなに単純な話ではないと思います。プラス、ご案内の通り、中国の経済、中国との、まあ、経済協力というのは、まあ、その時期あまり進まずですね。やはり東南アジア諸国というのは、中国との、まあ、経済協力は進めて、まあ、自らの経済発展に資するような形にしたいと思うわけですから、まあ、その一方、まあ、切り捨てるような形で、まあ、もう一方の、まあ、戦略的利益といいますか、国益の方のみをですね、見ていくというやり方はですね、まあ、果たしてそのフィリピン全体にとって良かったのかどうかというのは、まあ、必ずしも肯定的に評価するところばかりではないのかなと思いました。うん、はい、ありがとうございます。この両国の違いがよく分かってですね、特にまあ安全保障面での、まあネットワークの広げ方といいましょうか、他国間とまあ防衛協力をしながらどうにか中国と対抗しようと、対抗するというと、まあ、またそれは適切じゃないんですよね。そこの表現が非常に難しいですよね。つかず離れずといいましょうか、東南アジア諸国、はい、まあ、大体がそういう程度の違いはあれど、どちらかにこう一方に寄りかかるっていうことをなるべく避けるっていう行動原理がどの国も、まあ、外交的には多いのかなというふうに思います ね、 そうですね。でこの本の中で、書かれている一つのポイントとして ASEAN っていうのが出てくるわけですが、その ASEAN はどちらかというとですね、今 の、 防衛協力と、まあ、合わせてですね、なんでしょう、リベラルというか、まあ、制度ですよね、国際制度の中に中国の行動をきちっとその中で処理したいっていう、そこに持ち込むことでなんとか中国、台頭する中国とバランスを取りたいっていうのは、はい、ASEAN 全ての国といいましょうかというわけでは、必ずしも足並みが揃わないところが、またこれ難しいところなんですけども、はい、そういう ASEAN の動きについても、本書の中では大変こう、まあ、複雑なところをこうですね、こう丁寧にこう整理してですね、提示してくださっているので、この本の中では、その特に、まあ、ある意味分かりやすいですよね、その対中でどういうふうな意義を持って、ASEAN っていう、 こうまとまりがどういう意義を持っているかっていうのが、はい、非常にこう丁寧に描かれているなというふうに思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、詳しくは読んでいただくとしてですね、この、まあ、先ほど言ったように、こう中国に対してどうやってバランスを取ろうかっていうのが、まあ、各国、東南アジアのそれぞれの国の、まあ、多かれ少なかれこう悩みの種であるんですけども、はい、この本が出た後もですね、国際社会の動きっていうのは、まあ、国際社会って本当にあっという間に1年変わると本当に状況が全く変わってしまうので、激変ですね。本当ですよね。まあ、今はさらに激変の時期なんですけども、はい、今後のですね、南、シナ海問題の展望をちょっと教えてもらい、お持ちの展望みたいなものを少し教えてもらえませんかね。はい、まあ、その中国の現在のような状況といいますか、まあ、経済力をつけてですね、軍事力をつけているという状況においてですね、その何がしか楽観的なことを南シナ海において語るというのは、まあ、なかなか難しいわけであります、うん、ただ一方でですね、そのだからここが一方的に中国の海と化すのかと
言ったような話はですね、まあ私自身の視点が東南アジアやベトナムにあるということももちろんあるんですけれども、まあ必ずしもそういう極端なですね、見方といいますか、まあ悲観的といいますか、全面的に悲観的な見方とか、そういうのも、まあやはりちょっとこう、あまりですね、適切ではないのかなと考えております。そもそもまあこちら、まあインタビューをお受けする際に、もう一度ですね、今後の展望といったものも頭の中で考えてみたんですけれども、第一にですね、将来といいますか、未来というのは、与えられるものではなく、まあ我々が作っていくものなわけであります。ですから、まあ、この本に記されたような南シナ海の経緯ですとか、複雑さですとか、その諸条件といったものを、まあ捉えた上でですね、さて、関係諸国は中国とこれからどのように付き合っていくのかということを考えていく。それでそれを実践していくという形での、まあ将来を我々が形作っていけるわけでありますね。ですからまあ、やはりその、おのおのの国の事情やですね、国益が異なっている中において、まあどういった協力が可能かと。まあかつ、それ、プラスですね、まあ中国とのまあ、こう国際社会におけるですね、共存といったら、まあ共存ですけれども、その、まあどうやって中国とこう付き合っていくかといいますか。そういう話というのも、まあこれからこう、まあ、主体的にですね、捉えて実践していく必要があるんじゃないかなというふうに考えております。ですから、そういう中で、まあ、我々が、まあ、日本ですとか、まあ、アメリカですとか、あと、東南アジア諸国です。効果的な、こう、まあ、なんて言うんでしょうね。我々が共通して、持っている、まあ、価値観、つまり、まあ、自由で開かれた海洋秩序というのが、この場合に当てはまると思うんですけれども、まあ、そういうものを、こう、やはり推し進める、それに関して、ま、協力していくというネットワークがですね、より効率的に、かつ、こう、効果的に形成することができればですね、まあ、それはある意味、まあ、中国にとっての、まあ、牽制策といいますか、うん、一方的な軍事的な力や、まあ、その他の、まあ、お金の力、マネーの力によって、のみ変えられるものではないという、まあ、そういう将来を作ることは、私は可能だと考えております。ですから、まあ、現在のウクライナの状況、ロシアのウクライナ侵攻の状況を見てても、うん、まあ、やはりその、一方的な力によって、すべての、まあ、国際政治が動いていくというのは、ことは、まあ、やはりないのかなと。うん、もちろんそこには様々なとんでもない、被害やですね、悲劇が生じているわけなんですけれども、うん、そういう中においても、その、規範ですとか、まあ、その規範ですとか、将来像に基づいて協力するという、まあ、国々の、まあ、ネットワークの力というものに関しましてはですね、もちろんそれを過大評価することはできないんですけど、うん、軍事力や、まあ、経済力といったものに比べて過小評価する必要もないし、まあ、そういう意思を持ってやっていくということは、まあ、ある種の将来に対して展望をもたらすんではないかと、そういうふうに考えています。うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。大変難しいテーマで先が読みにくいですけども、まあ、今後もこれ東シナ海の問題とも直結するような話ですね、はい、注目していく必要があるのかなと思います。で最後の質問になりますが、まあ、先生の今の今こう進められている研究だとかですね、次の、はい、まあ、なかなかこれまた本まとめるのすごい大変なので次の話って言われてももうそれちょっと休みたいっていう感覚がありませんけども次の自作の構想とか今進めている研究のプロジェクトについて教えてもらえますか。はい、ありがとうございます。ですね、実は、まあ、本を作るのはとても大変だったんですけれども、まあ、先生もよくご存知のことだと思うんですけれども、一旦作り終えるとですね、なんかすぐ新しく書きたくなるという側面も一方でありまして、次はですね、まあ、そろそろ書き始めようと思ってるんですけども、まあ、題名といいますか、コンセプトというのは、ASEAN の安全保障ということでやろうと思っております。ASEAN ですとか、東南アジアに関しては、中西先生をはじめとして、素晴らしい先生方が日本にたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、その場所に限ってみてもですね、ASEANの安全保障ってことを論じた本がないなと思いまして、ね、うん、それで、まだ私自身はこんな、まあ、所属で仕事をしているもんですから、うん、ちょっとこう、人々にですね、そういうことを紹介するような本が欲しいなと思ってたんですけど、うん、実はないということで、うん、かつですね、安全保障っていう、まあ、日本語で言った場合にですね、その日本で例えば安全保障で防衛白書なんていうのがあるわけなんですけど、見てみると、まあ、北朝鮮の話ですとか、中国の話、極めてこう、ハードといいますか、伝統的といいますか、そういう問題が、
まあ、当然日本の状況はそういう状況にあるわけですけど、前面に押し出されているわけなんですけれども、まあ、ASEAN を見ているとですね、ちょっと違うなと、うん、ですから、まあ、まあ今度も日本語で書くつもりなんですけれども、ASEAN の安全保障ってどういうものなのかと、それをどう捉えるべきで、まあ、かつですね、日本や、まあ、他の国々はそことどう協力ができるのかしていくのかという話をですね、まあ、やはりちょっと一冊に取りまとめてみたいなと考えておりまして、はい、まあ、それは意味軸もですね、まあ、ミャンマーといった問題を一体安全保障としてどういうふうに考えるのかといって、まあ、それは様々な研究が当然あるんですけれども、まあ、そういうことについてもですね、私のように考えを巡らして書いていきたいなと考えております。はい、ありがとうございます。大変楽しみですね、自作も。はい、今回は防衛研究所の庄司智隆先生をお招きして、名古屋大学出版会から出されたご著書、南シナ海問題の構図、中越紛争から多国間対立へについてお話を伺いました。庄司先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ブックトークオンアジア。この音声プログラムは京都大学東南アジア地域研究所がお送りいたしました。